しようでした。こんな人の話を本当に聞き上手だし、優しくアドバイスするところもあるし、ね、この時はね、まだまだなんでしょうね、悲しみのどん底にいたから、まあ声もね、まあでもね、当時のこの自分のことあんまりね振り返りたくはないですよね、正直。早く情報が欲しいし、早く逮捕しても欲しいしっていう思いが一番先行してたのと、正直これは多分今まで話したことなかったのかもしれないですけど、まあこれも完全に自分の中ですよ。自分の中で付き合ってた期間があまりにも短かったので、多分焦ってた部分もどこかにあったんじゃないですかね。何もできなかった自分と、何かしたい自分と、恋人である証のような何かが多分自分の中で当時はあったんだと思います。右側から流れてくるじゃないですか、ヤフーニュースとかでどんどん細かい情報流れてるんですけど、泣きながら仕事してたのがいいと思います。思わず涙出ちゃって、例えば事件を一番複雑化させたキーワードがやっぱり元交際相手っていう言葉なんですよね。彼女が昔付き合ってた男性は元交際相手ですよね。で、事件で彼女が亡くなってしまった。で、その彼氏である僕もまた元交際相手っていう表現をされてしまうんですよね。これが報道の中で同じように表現されてしまうと、あ、この人は元交際相手だ、元交際相手イコール彼女の部屋でなんかトラブルを起こした人だみたいな印象が僕自身に植え付けられてしまうんですよね。だからもう完全にごっちゃになってるんですよ、話が。僕はトラブルが一切ないし、もちろん殴ったこともないし、それは本当に厄介というか、もう事件がもう印象付けたというか。やっぱ今回マスコミについて話すといったら、やっぱりこの第5報、まさにそれですよね。当時事件現場の近くに公園があったんですよ。まあ正直今ここにいる公園とは全く違うところなんですけど、当時その公園の付近で言い争いをしていたと。男がなんでなんだよみたいなことを言った時に、女性の方が実家のお母さんに言ってやるんだからねみたいな話を言ったというインタビューが当時すごいもう広がったんですよ。マスコミの人たちはとにかく当時は加熱度が半端なかったんで、
もう聞いた話をとにかくそのまま流すんですよね。見てる側にすればこの事件はどんな事件なんだろうって見てた、関心を持って見てれば、あれこの女の人はいくつかのそういう遊んでるのとか、あれこの男の人、まあ当時暴力があったっていう報道もあったんですけど、あれこの元交際相手は暴力を彼女に振るってたの、あだから公園でこういうトラブルがあったんだっていうことを勝手に結びつけていくようなストーリーが出来上がっていってしまうんですよね。交際相手が怪しいとか元交際相手が怪しいっていう風潮は、まあああいう報道を見てたらなんとなく皆さん思うんじゃないですか。ただ自分自身が絶対に違うという確固たる自信があったので、まあ自信があったからっつって傷つかなかったかって言われたらそりゃ傷つきますよ。そりゃネットでね、その交際相手何これみたいな、怪しいなとか、まあインタビューした時も大荒れのヤフコメでも、なんでこんな芝居かかってんのみたいな、怪しいねみたいなことを散々言われましたけど、そりゃ悲しみの絶頂にいたわけですから、そういう喋り方にもなるよと、しょうがないなって思いつつも、どこかで、ああっていう思いがありましたね。まあ、ただ全体的に言えることは、最初から僕のところに来てくれたテレビ局の取材の人たちは決して悪いようには しなかったですね。むしろすごく丁寧というか優しく接してくれた部分だと思います。あの皆さんがね、マスゴミマスゴミなんて呼ばれてますけど、正直僕は悪い印象はなかったですね。まあ、ただ取材する人に悪い印象はなくても、編集した内容を見ると、まあ、曲ごとに、まあ、個性というかこれはまあ今でこそね笑って話せますけど、じゃあこれはちょっとまずかったら僕の会社名のところに P を入れてくれても全然構わないんですけど、フジテレビ元交際相手をテロップでもナレーションでも絶対に出さないでくれって言ったにもかかわらず、こういうどうしたところに見事に元交際相手って書いてあって、それがヤフーのところにもそのまま乗っかって、もうそのまま直で出まして、だから元をつけるなと言ったじゃないですかってめちゃくちゃ抗議したことだけは覚えてます。一番最初に受けた雑誌の、まあ某雑誌、一応これ言えるかな、週刊現代これダメだったらね入れてもらっていいんですけど、最初に取材受けてあの LINE の画面をお見せして、多分それを報じたというかスクープしたというのが多分週刊現代が最初なんじゃないかなと思うんですよ、僕の存在が出たのも。それの取材を受けている時にこうやってうなだれてて、奥の方で取材が全部終わったらハイタッチしてる姿を見た時に、ああなるほどねっていう、要は仕事でスクープが取れたんだなっていうのを思ったんだろうなこの人たちはっていうのを僕は横目で見てました。そういうのを見ると、まあまあまあそういうもんかなっていう部分は
ありますよ。うん。今あるかって言われたら、やっぱり1年に1回のその命日が近い時とかはやっぱ連絡くれる方いらっしゃいますよ。それはすごいありがたいですよね。わざわざお花代って言って送ってくれる、まあ唯一の人ですよね。それはいます。まあだから人間ですよね。もう5年経った事件を未だにそうやって思ってくれる人間と、部署が外れたらもうおしまいだっていう人もいれば、うん、もうそんな昔の事件はできないっていう局もあればそういうことですよ。僕は良かったと思いますね、正直に。まあ結果的に犯人は逮捕されました。まあもちろん逮捕してくれたのは警察の人ですよ。マスコミの取材を受けた結果逮捕されたわけではないのは分かってますけど、僕はそれでも事件は報道すべきだと僕は思ってます。まあ、今回日陰の声ってことで、なんかその内なる部分をお話はしてますけども、そもそも何があったのかを知らないことには訴えかけることもできないし、報道ってのは唯一それを知れる場所ではあるんですよ。インターネットニュースがあるじゃないかって言っているそこの目の前の人たちがもしいたとしたら、それは大きな間違いで、それはやっぱりテレビ局や新聞社、いろんなマスコミと呼ばれている人たちが取材して上がっているネタに過ぎないんですよ。ネットがすごいんじゃない、ネットで知ればいいじゃないんですよね。そこで必ずその事件を取材しようとしている人がいるからこそ事件を知ることができる。だから裁判にも行ってみよう、どんな事件があったのかっていうことに関心が向く。関心が向いたら、じゃあこんなことがあったのか、じゃあ気をつけようっていう人思いが他の人たちにも広まる。つまり事件が減る。大きい意味では僕はそう考えているので、僕にとっては必要だったし、当時はあれが最善だと思ってやってたので、そのことに対しては今でも感謝しています。